夢日記とは睡眠中に見た夢を記録する行為、もしくはその夢のことを指します。明晰夢という自分が夢の中で夢だと感じ自分で夢の世界を、どうも異端児マルチクリエイターのダビデです。夢日記っていうものを今自分やってるんですけど、そのどういったものなのかちょっとうまく理解されていらっしゃらない方とか、あと自分も一番最初の動画出してるんだけど、自分自身でも始めたばっかりの時は理解不足もあったりとかして、はい、ちょっと夢日記とはどういうもんなのか、そういう簡単に分かりやすい動画を作ったのでね、こちらで見てください。お願いします。夢日記とは睡眠中に見た夢を記録する行為、もしくはその夢のことを指します。明晰夢という自分が夢の中で夢だと感じ自分で夢の世界を自由に作り上げ自由に行動できる夢を見るためのステップとして必要とされています。また夢の中で作品を作ったアーティストも複数おり、自分は夢の世界がすごくとても神秘的で、すごく純粋に興味があるっていうのもありますし、その明晰夢っていうものもやっぱ見てみたいと思うしね、やっぱ男だったらね、女風呂とか女子更衣室行く夢とかね、自分がハーレムになってとかね、ハーレム作る夢とかね、学生時代のあの子みたいなね、その他にもあると思うんですけど、やっぱ明晰夢をやっぱやってみたいよね。あれこれ自分の本当思い通りの世界ができるわけだからね。はい、こういう不純な動機もね、あるんですけれども、あとね、一応アーティスト的というか、自分がこういったものを作る人間としてはですね、夢の中ってすごい奇想天外な発想が生まれてくる場所なのに、寝てるだけでアイデアが降ってくるということなのでですね、これ何かに自分の創作活動のネタに使えないかっていうねこともありつつね、先ほど紹介したダリーや、ラルカンシェルの哲也さんはじめですね、本当にそういうね、夢の中でのね、作品を書いた方もいっぱいいるんでね、なんだかんだ言っても自分が影響を受けたものが夢の中出てるわけだから、自分が何もしないでってわけじゃないんだけど、夢の中でね、アイデアが出るってのはすごいいいことなんでね。こちらの YouTube でも自分が日々見た夢をですね、変にこう脚色したりすることなく、本当あるがまま、つまんなかったらつまんなかった、変だったら変だったままでね、そのままの空気感でお届けしたいなと思っております。で、できればどうしてこういう、夢になったのかとか、そういう睡眠の時の状況とか気持ちとか今のその状態とか、そういう、自分がその夢を見た分析などもね、できたらしていきたいなと思っております。よろしくお願いします。はい、こういったね、理由動機やその、スタンス考え方からですね、夢を記録するという夢日記をつけてます。明晰夢もね、実際見てみたいと思いますしね、そのステップとしてっていう面とね、先ほど言った理由と、はい、そういった感じでねやってますので、はい、よろしくお願いします。日々ね、夢を綴って本や YouTube などで発信していきたいと思ってますのでね、はい、あと他に多分各サイトもでも発表するかもしれないんですけど、メインはね、そこでやりたいと思ってますので、よろしくお願いします。